本日は墨田区立花6丁目新築戸建てのご紹介をします。全6棟現場となっており、今日は一番南側に位置する D 号棟をご紹介します。インナーガレージの駐車スペースを確保しており、大事なお車を雨風から守ることができます。お車をお持ちでなくてもお子様を遊ばせることができ、スペースの有効活用ができます。玄関キーは防犯対策にもなるカードキーを対応しています。 4LDK とファミリー世帯向けの間取りになっています。バルコニーは4カ所あり、採光性が高くお部屋中を明るくしてくれます。また各部屋に収納スペースを設置しているのも見どころです。それでは室内のご案内に参ります。室内は木目を基調とした温かみを感じる空間です。玄関にはたっぷり収納できる下駄箱を上部まで設けています。そして帰宅動線に水回りがあります。学校やお仕事から帰宅後、すぐに手を洗えるので重宝します。人気の三面鏡化粧台です。三方から身だしなみを整えることができ、忙しい朝に便利です。鏡の裏には小物を収納することで生活感を隠すことができます。水洗の根元に水がたまらず清潔感をキープしてくれます。人気の温水洗浄便座です。ペーパーホルダーが2カ所あったり、窓を設置していたりとあると便利な設備が整っています。青いアクセントクロスが特徴の浴室です。帰宅時間が別々のご家族に嬉しい追い焚き機能を完備しています。また浴室乾燥機は部屋干しより早く乾くため、洗濯物の雑菌が繁殖するのも防いでくれます。シャンプーやタオルなどを収納できる棚やポールが備わっています。また浴室にも窓があり、昼間の入浴では最高を望めます。1階にはサービスルームが1部屋あります。約 7.5 畳とゆとりのある広さで、クローゼットや床下収納を設けています。何度でありながら最高窓を設置しています。暗すぎず、かつプライベート空間を保たれたお部屋になっています。階段で2階に参ります。階段には手すりを設置済みで、お子様から高齢者まで全世代にご安心いただけます。2階はリビングダイニングキッチンです。階段を挟んでリビングダイニングとキッチンが並んでいます。約19畳の広々とした空間です。リビングの天井は折り上げ天井になっており、部屋の奥行きや開放感を演出してくれます。照明によってお部屋の雰囲気を変えて楽しむこともできます。この物件はバルコニーが合わせて4カ所あります。こちらのバルコニーは広くスペースを取っております。キッチンです。人気のシステムキッチンを設置しており、食器洗浄乾燥機を完備しています。リビングとは少し離れた場所にあり、家事に集中できます。
3口コンロやグリル付きで、作業スペースも広く、料理や家事がはかどります。こちらのバルコニーにはゴミの収集日まで溜め置きするのにいいですね。2階にもトイレがあります。3階のお部屋からもすぐにアクセスできるので、夜間のトイレや朝のトイレ渋滞でも安心です。こちらは収納付きなので、日用品の収納に便利です。3階は3部屋ございます。すべての部屋にクローゼットを設けています。まずは奥の 7.5 畳のお部屋をご案内します。夫婦の寝室や生活スペースにいかがでしょうか。バルコニーは掃除などお手入れが大変ですが、洗濯物用、家庭菜園用などと用途によって使い分けられるので重宝します。5.2 畳のサービスルームです。この物件全体の窓は断熱性や遮熱性の効果がある複数ガラスが採用されています。お子様のお部屋や近年増えているリモートワークスペースにいかがでしょうか。最後は約5畳の洋室をご紹介します。4部屋ともに木のぬくもりを感じる温かみのあるお部屋です。旦那様の読書部屋や奥様の趣味のお部屋にするのもいいですね。窓からは明るい光が差し込みます。このお部屋のバルコニーからはスカイツリーが見えます。日々夜のライトアップ仕様が変わるので、毎日楽しむことができます。JR 中央総武線平井駅から徒歩9分、東武亀戸線東東駅からは徒歩9分の立地です。小学校までは徒歩5分、中学校は徒歩11分。幼稚園は徒歩5分の近さです。歩いて9分の平井駅前には様々な診療科の病院があります。最寄りのスーパーまでは徒歩11分、ドラッグストアまでは徒歩7分と生活に便利な街です。ここ墨田区立花は春には桜並木を楽しめる人気の街です。バルコニーから見えたスカイツリーは電車で10分ほどでアクセスできます。閑静な住宅街でありながら、都心ならではの利便性を味わえる贅沢な物件です。物件詳細は概要欄よりお気軽にお問い合わせください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。